Happy New Year, everyone. This is Dr. Lee. How are you doing? Did you enjoy your New Year holidays? Actually, I went to see a movie yesterday, Star Wars, the new episode. That was quite fun, and I think if you've never seen the previous stories, I think you can enjoy it.はい、皆さんどうも明けましておめでとうございます、英語発音トレーナーのドクターリーです、今回のテーマは英語らしいアクセントになるコツ、これについてちょっとお話ししたいと思います、よりこう英語らしいアクセントにするために今日は、2つのアプローチを紹介したいと思います、まずは今回の練習フレーズです May the force be with you May the force be with you、日本語で言うとフォースと共にあらんこと。今回のストーリーではこれはレイヤ姫が、レイに向けて言った言葉ですね。レイっていう今回の主人公ですね。まあこういうお約束の、フレーズがスターウォーズには毎回出てくるんですけども、May the force be with you。ですね。これをより英語らしいアクセントで発音するためのちょっとコツをお話ししたいと思います。まず、一つ目が、こう、アクセントが、リズムの頭に来るようにこう発音してみる。リズムの頭っていうのがこういうことです。タン、タン、タン、タン。このタン、タンのこの、クラップのタイミングが頭です。で、ちなみに裏っていうのがタン、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 このんの部分ですね。これが裏です。で、アクセントがこの表、頭にこう、リズムの頭にこう来るようにする。そうすると、まず、英語らしいアクセントになります。例えば、May the force be with you. May the force be with you. こうするとアクセントがこう軸となってリズムとなります。May the force be with you. May the force be with you. で、2番目、母音はアクセントのみ意識してみましょう。母音をこうはっきり発音したところが基本的には英語ってこうアクセントになっちゃいます。なので、それ以外のところは母音はあまりこう意識せずにさらっと流すような感じで、そうするとよりこう英語らしいアクセントになってきます。例えば、May the force be with you. これでアクセントが May, for, be. この3つに置いてます。May, for, be. なので、母音を意識するところはここだけ。で、あとはさらっと流すようにする。Made, made, force, force, be with you, be with you. ブレスと一緒にスッと抜いていっちゃう。Be with you, made.Made, force, force, be with you, be with you. Made, force, be with you. Made, force, be with you. Made, force, be with you. これで英語らしい、アクセントになります。はい、じゃあついでにもう一つ。You must learn the ways of the force. You must learn the ways of the force.、これいきたいと思います。これは、フォースの使い方を学べ。っていう、フォースの使い方を知れっていう意味です。今回、カイロ・レンが、レイに対して、言っていたと思います。これもまた、アクセントがリズムの頭に来るように、こう、やっていきましょう。You must learn the ways of the force.You must learn the ways of the force. で、このアクセントの部分だけに、こう、母音を乗せて、あとは、ブレスと一緒に抜いていく。You must, you must.Learned, learned, ways of the, force, force. You must, learned, learned, ways of the, force, force. You must learn the ways of the 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 force.May the force be with you. はい、じゃあ今日は以上です。英語らしいアクセントになるためのコツでした。それでは、See you next time. Bye bye.